小田シナモンのブは、メグロうなによる日本の漫画。月刊、コミックゼノンにて2014年6月号から2021年10月号まで連載された。2016年5月からは、同社のウェブ漫画配信サイト、ウェブコミックゼニオンでも配信される。現代日本に犬として転生した、戦国時代の名称たちを描くギャグ漫画。2020年1月から3月まで。 テレビアニメが放送された。恋の孔はテレビアニメ版の声優。下記は過去生の名前も含めた名称。人間たちは単にペット名だけで呼ぶ。転生した動物は前世の姿のイメージを出すことができ、お互いに見ることも可能。転生前の記憶や性格は残っているが、犬の温厚な気質も影響しているので、基本的に皆仲は良い。 前世で敵同士だった相手でも恨んだりすることは滅多になく、特にかつてのライバルに対しては高く評価していることが多い。2020年1月から3月までテレビ、東京他にて放送された。主要キャラクターを演じる声優の面々は謎の超型新人声優という扱いになっているが、名前を見るとある程度本来の名がさせられるように、一文字程度を文字り、 芸名が付けられている。なお、杉田直司のみ、杉田智和の実家で飼われていた愛犬の名前が採用されており、アニメ公式サイトにおけるキャストの写真も、杉田ではなく直司の写真が使用されている。また、次回予告とエンディング映像は実写で構成されており、それぞれ出演声優とその愛犬が週替わりで出演している。小田シナモン、信長役の堀内健ともと、 小田一子役の熊田アカネオンによる、ウェブラジオ、群裕割曲。小田シナモン、信長ワンダフルラジビが、2020年1月10日より、と泉にて不定期配信。ショートドラマ、ワン次元。小田シナモン信長が DTV にて、同年1月11日より毎週土曜12時に、配信。実写映像化したシナモンたちに声優が当てレコをする。ありがとうございます。